はい、久しぶりの動画ですね。はい、今日はね、はい、8月の20日もう6時です。本今出会いました。大野市の仕事帰りなんですけどね、裏道から通ったら大野市の裏道から通ったら木曽と出会いました。で、録画を停止します。この音声やめてくれんかな。ちょっと気持ち悪いわ。もうちょい前、ここの次、ここら辺なのかな？多分、こっから。ちょっと今スインペイの曲かかってますのでご了承ください。著作権に触れないでくださいね。はい、ここがね大野署です。横にねスイフトの、捜査車両がありました。でこっからですね。で思いよけお来た。はい、こんな感じの今日の起草動画でした。なかなかね、アリオンでもそうですけど、他のね起草車両今みたいね、黒の木出しでシルバーの木出しでマーク X の130系の前期だったかな、あの木出しで全部でね、アリオンと全部で起草は4台います。大野署はね、まああのマーク X とまあ、木差し、今、黒とシルバーは見かけて、まあ、アリオンはよく見ますね。で、問題のマーク X130 系ですね。前期かな。あれが、全然、一回しか見たことないですね。家の前で止まってるやつ見て、それっきり全然見てないです、マーク X の場合は。それ以外は、木差しもまあまあ、たまに見るかな。会社の前で、みたいな。で、アリオンはね、普通に走ってて、お、木差しあってね、気づきますけどね。ナンバーも1461で覚えてるんで、アリオンの場合は。他の起草車両はね、全然覚えてないんですけども、今の黒の起草車はもうナンバー映ってるんじゃないでしょうか。多分ね。まあそんな感じです。久しぶりの動画で、起草に裏道から通ってね、大野署の裏道から通ったら、もしかしてと思ったら、黒いセダン来たんでね、起草車が来たんで、これもしかして起草系と思ったら、やっぱ起草でしたね。一人だけしか乗ってませんでしたね。なんか用事で行ってきたんかな。まあそんな感じです。では、久しぶりの動画で、まあ3分ちょいの動画ですね、全体的には。まああの、基礎の動画で言うと、まあ1分もないですけども、まあそんな感じです。ではご視聴ありがとうございました。